こんにちは、赤沼直美です。ヴィンヤサヨガは呼吸と動作を連動していくことによって体幹を支持する筋肉にアプローチすることができます。まずは呼吸を意識してアサナポーズへと取り組んでみてください。体の変化を味わうことができます。あぐらをかいていきます。右のかかとを手前、左のかかとを前に出し、お尻は左右均等に重心を取り、背骨を長く伸ばしていきます。その肛門をへその方に引き上げるような気持ちで、ムラーバンダです。下腹部、へそを上に持ち上げるような気持ちと、アンダーバストを上に持ち上げるようにしていきます。ウディヤナバンダを意識し、体の中心軸を捉えていきます。ウォーリアワン、吸い気でさらに腕を伸ばし、左の腰を前に押し出し、おへそを正面に向けます。両足均等に重心が乗るようにバランスを整えていきます。膝を右側に倒していきます。右のかかとが体の中心に来るように座っていきます。お尻は左右均等に重心を乗せ、両手頭の後ろに持っていきます。胸を広げていきます。吐きながら左に向かって体を倒し、斜め上を見ていきます。手は体の横、手のひらは天井の方に向けていきます。目を閉じて歯の噛み合わせを楽にしていきます。息を吐き出す。